ですが、4曲ほど歌わせていただきますので最後までよろしくお願いします。今日1月3日か、もう初詣皆さん行きました？行きました？めっちゃ真ん中でありがとうございます。初詣行ったり、多分福袋買ったり、買い物したり、いろんなね、正月を過ごされたかと思いますが、私もちょっと変な雑談ですけど、今年ちょっと変わったお正月を割りながら過ごしてまして、結構私も福袋買ったり買い物行ったりするタイプだったんですけど、なんか今年はすっごくもう十何年ぶりっていうぐらいにこう友達の家で大晦日にこう飲んだりして、年を越してこう最長になるまで4時間かけて行って何でしたっけ、たまたま見つけた通りすがりのお店に、めっちゃ高そうじゃないって言って入って、すごく当たりのお店を見つけたりとか、すごく新鮮な、お正月を過ごさせていただきました。明日からは現実に戻って、マジックの方の仕事を頑張っていきたいので、今日はね、短い時間ですけど最後まで一緒に盛り上がってください。よろしくお願いします。ではですね、早速次の曲を歌わせていただきたいんですけど、次の曲と、3曲目に歌う曲はカバー曲になります。で、1曲目が From Y to Y という曲と、2曲目が歌う人という曲です。私がすごく大事にしているカバー曲の2曲になりますので、ちょっとしっとりはするので、穏やかに楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。 From Y to Y。
そうでもない、そうでもないか。多分昔はね、こう羽子板っていうのはちょっと時代が古いんですけど、多分いろいろ、まあ、お休みね、趣味で運動されてる方もいらっしゃると思うんですけど、よかったらちょっと一緒に運動します、ちょっと。まだお正月だからそんなにまだそんなに仕事の心機出たくないなみたいなのをすっごいんですけど、ちょっと1個だけよかったら皆さんで、皆さん今両手空いてます、両手空いてますか。お、じゃあ前習いをして親指が上に来ると思います。で、両手とも親指を下に引きます。で、どっちの手が上でもいいのでクロスしてみてください。クロスして、小指とつなげてもわかるかな、絡んでつなげますと、あ、そう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 、あ、皆さんお上手ですね、はい、よかったらお子さんもやってみてくださいね。で、せーので、3、2、1、ちょっと今から自分で叫ぶんで、その絡まった手を戻してみてください。はて、どういうことか、いきますね。今、その絡んでる手を3、2、1で、ドン、はい、できた人手を戻して、できた人いるし、あ、いた、あ、いた、あ、いた、あ、できた人すごい、これね、多分私が小学生の時に入りました、学校で。お母さん、顔、ってなってます。あ、これね、種明かしします。種明かしすると、手をクロスしてる状態で、これね、それは親指を両方下にすると、離れないんですよ。もちろん、人間なんで私も。しれっと喋りながら、一回その手をほどいてもらって、片方だけ下から潜り込ませてください。こうで、親指下向けてクロスでとすると私も無理です。なんですけど、これをちょっと喋ってわざとこうして、せーのでドンと、あ、できた、あ、できた、素敵そこ拍手いるあのね、これよくね、私がマジックのショーの時にやるんですよ。そしたら意外と知らないんですよ、皆さん。なんか流行ったから意外とみんな知ってるんちゃうかなと思うんですけど、意外と全然知らなくて、多分世代もあると思うんですけど、皆さん多分人生のどっかでそれを流行ってる時期とかあって知ってる方も多くて、よく遊びでマジックの相手とかにやるんですけど、よかったら皆さん一個今日覚えて書いてみたら、どこかでやってみてください。ではですね、せっかく両手が空いたと思うので、次最後の曲いきます。最後の曲はそこにあるものというちょっとアップテンポなオリジナル曲なんですけど、どんぐらいかな、パン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 だと思います。なのでよかったら、せっかくなので運動不足解消も含め、最後私の曲で一緒に、次のミュージシャンの方にバトンタッチして、今日イベントが8時までですかね、まだまだ続いていくので、また楽しい時間を過ごしたいので、最後に皆さんと一緒に手拍子で盛り上がれたらなと思います。それでは OKOK いける？じゃあ最後の曲、もう大事なとこで噛むよね、新年早々まだ下が回ってないんです、お許しください。さあ行きましょう。それでは最後の曲です、そこにあるもの。
瞬間